おお、良いところに戻ってきたな。今宵国中を挙げての建国記念祭をすることとなっておるのだ。お祭り？こんな時に？私も今年の建国祭は控えようと思っておったのだ。だが国民の方から願い出てきてな。これも人々に活気が戻ったからであろう。ひとえにお前たちの働きのおかげだ。ここローザリアでは花火大会を行います。この運営も町の者たちがやっているのです。花火？私見たことない。花火見たい。だがな、俺たちはまだベンツェルを倒す手段すら見つけていないんだぞ。そのことについては我々の方でも文献などを調査させよう。それよりもお前たちには随分と苦労をかけた。今宵はゆっくりと休み、英気を養ってはどうだ。しかし焦る気持ちもわかるが、我々はまだ奴の居場所すらわかっておらんのだ。今宵ぐらい休んではどうだ。これは任務として受けてくれ。お気遣いありがとうございます。それじゃ花火までは自由時間ね。それでいいだろう。それじゃ解散だ。花火か楽しみ。そうだ、いいこと考えた。あ、マスター。うん、実は今夜の花火大会で、そう、塔の上で見せてほしいんだ。え、オッケー。マスターありがとう。というわけで今夜の花火大会は特等席で見られるよ。どうなされましたか。私なのでよろしいのですか。サンドラ様の塔の上で見るのですか。そうだよ、もうマスターからは許可もらってるし。まだ時間には早かったようですね。しばらく待っていましょう。マイロード、起きてください。マイロード、目が覚めましたか。ぐっすりとお休みでしたので起こすのに気が引けたのですが、そろそろ花火が始まる時間でしたので。美しい、こんな美しい花火は初めて見ました。本当に綺麗だね。
もっとそばに行ってみようっと。故郷でもこのように花火を上げていましたが、今日ほど嬉しく感じたのは初めてです。そんな、私はマイロードのおそばで花火を見られるなんて光栄です。しばらくこのままでいてくれますか。こうしてぬくもりを感じていたいのです。聞こえるか、愚かな人間ども。エンテル、お祭り騒ぎとはいいご身分だな。だがいかに努力しようとも、この私に対抗することなどできぬ。私はいかなる時でも望む場所へ瞬時に行けるのだからな。まずは見せしめにお前たちのサルジエの粋を集めた魔法学院でも破壊してやろうか。時刻は、そう、明日の正午だ。最後の夜を恐怖を抱いて過ごすがよい。大変、ベンゼルのやつ学院を破壊する気だよ。俺ベンゼルめ。あ、マスター。今聞こえたよ。夜だから探せないのか。分かった、そう伝えるね。マスターが明日の朝に王様のところへ集まれって。だから今日のところは家で待機してろってさ。まったく無粋な男です。仕方がありません。今日のところは引き上げましょう。揃ったようだな。皆も昨夜のベンツェルの声を聞いたと思う。奴は時間を与えることで我々の恐怖を増そうとした。だが我が国民たちはこの恐怖を克服した。今縄文の前には多くの民が詰めかけている。彼らの期待に応えるためにも奴に勝たねばならぬ。お前たちだけが頼りだ。絶対に勝ってくれ。期待してるぞ。この町のことなら我々に任せて安心して戦ってくれ。こりゃしくじれないわね。よし、行くわよ。どうしたの、ルーシュちゃん。今、何かすごい力を感じたんだけど。気のせいかな。それってまたベンゼル。そうじゃないみたい。邪悪な波動は感じなかったし。それじゃ気にすることないよ。
大丈夫みたいね。あ、みんな！あの声を聞いて急いでここへ駆けつけてきたんだ。私も近くまで来ていたので。それにしても遅いな。テレポートを使えば一瞬だろ。まさか我々をここにおびき寄せるための。貴様ら今度は何をした？それともまだパワーストーンを持っていたのか？何のことを言ってるんだろう。だが私のテレポート能力を奪ったからといっていい気になるなよ。こちらにはグローシアンの兵器があるのだ。やつのテレポート能力がなくなった。おい、何をやったんだワレス。いや、俺たちは何も。それにグローシアンの兵器って何だろう。あれは何だ。おい、一体何が見えるんだ。説明してくれ。空飛ぶ遺跡だ。遺跡？下半分がフェザリアン特有の造形だ。上半分がグローシアンのものだね。それが奴ら言う兵器か。飛行速度は随分遅いけど驚いたな。あれが伝承にしか残らないグローシアンの浮遊城か。しかし問題はあの城にどうやって攻撃をかけるかだ。我々にはあそこへ行く手段がない。アリオストさんの発明であそこへ行けないかな。無理じゃない。無理じゃないけど実用的じゃないよ。へえ、どうして？だって前にやったみたくルイセちゃんがあそこへ行ってみんなをテレポートさせればいいじゃない。ねえルイセちゃん。できないし、出現する場所に物がないことが条件だから。それじゃあ、あそこへテレポートしようとしたら空中に現れて、あとは落ちるだけだね。ここにおったか。あ、フェザリアンの女王様。それに母さん。困っているみたいですね、アリオスト。はい、正直に言って打つ手がありません。そうであろうな。人間ではあの城を止めることはかなわぬ。しかしそう悲観するでない。え？あの城が浮いている原理は我々フェザリアンが過去に確立した技術です。そして我々が今住んでいるあの島も同じ技術で浮いています。
その技術とは、この世界にある種の力を与え続けることで、特定の装置に浮力を与えるもの。その力を止めてしまえば、あの城は浮いていられなくなります。ちょっと待ってよ母さん。その話からすると、その方法を使ったら我々のフェザーランドも浮いてはいられぬな。でもそれしか方法はないのですよ母さん。遥か昔、我々フェザリアンもこの大地で生活していた民だった。だが人間との思想の違いから、大地を捨てフェザーランドに移り住むこととなった。しかし、そなたらがフェザーランドに来てから、我々は今まで見ようとはしなかった人間を見る機会を得られた。そして人間の素晴らしさに気づくことができたのだ。それって決して諦めない前向きな姿、私があの人を愛した理由。どうやら我々は理解しようともせずに、愛入れない存在と見ていたようだ。しかしジーナが、そしてそなたらが我々の目を開かせてくれたのだ。人間からは多くの学ぶべきことがあるとな。そして人間もそれを証明して見せてくれた。よもやテレポート能力まで奪い去ってしまうとはな。え、私たち何もしてないけど。いいえ、人間がベンツェルのテレポートを奪ったのです。皆の諦めない気持ちが一つになった時、意志の力が奇跡を起こしました。まるでパワーストーンのように。あの時の感じ、あれがそうだったんだ。今までの我々はただ何もせず運命を受け入れるだけの種族であった。だが今こそ我々も力を貸そう。平和な世界のために。全員地上へ避難してください。まもなく浮遊システムが中和されます。繰り返します。全員地上へ避難してください。やった、城が落ちていく。
ベンツェルを倒せるのはそなたらだけ。あとはそなたらの出番だ。頼みますよ。フェザリアンが自らの島を捨ててまで作ってくれたチャンスだ。無駄にはできない。ああ、これが最後の戦いだ。やってやろうぜ。よし、みんな頑張ろう。これだな。この中にベンツェルがいる。いよいよ最後の戦いだね。マイロード、少しお時間をいただけますでしょうか。二人きりでお話ししたいことがあります。行っておいでよ。私ここで待ってるからさ。マイロード、お体の方はよろしいのですか。あまり無理はなさらないでください。昇降状態を保っていますが、いつまた倒れるとも限りません。今あなたを失うことは我々にとっては大きな痛手となります。本心ですか。私はただ現状から最善と思えることを申しております。他意はありません。マイロード、お戯れはおやしください。私は弱い人間です。今自分の素顔をさらけ出してしまえば、きっとあなたの前で集大をさらしてしまいます。私にはそれは耐えられないのです。今だってそうです。この胸は張り裂けそうなほど高鳴っています。頭では落ち着かなければ言うことを聞きません。なんて自分の体ではないよ。あなたが好きだから、あなたを愛してしまったから、だからこそ私は自分の本音を表に出すことができませんでした。嫌われることが怖かったのです。女らしい振る舞いもできない私が愛を口にすれば、あなたの重荷になることは分かっていました。だから私はあなたの剣として
命を捧げようとしたのです。そうすればずっとあなたの隣にいることができるから。私の手の届かないところに行ってしまわないでください。絶対に死なないでください。あなたが助かるならこの命だって惜しくはありません。だから私を一人にしないでください。渋滞を見せてしまいました。マイロード、絶対に生きてください。さて、それでは向こうへ行きましょう。みんなが待っているはずです。いよいよ突入よ。ベンゼルを倒すんだから。待ってくれ。やつは初代シャドウナイツマスターだ。全員が同時に入っても罠にかかる恐れがある。ここは突入する2組、それからここに残る援護班の計3組に分けない。なるほどね。それは俺も賛成だ。お前が連れて行きたいやつを二人選ぶと。私を選んでくれるのか。私はこの世界のために命を懸ける。私にお手伝いさせてもらえますか。頑張ります。